はい、タンタンです。ハワイ買い付け品続々ご紹介したいと思います。続いてはこちら、カマカの HF2 ですね。コンサートモデルになりますけれども、こちらが1998年製のモデルになります。コアボディですね。オールコアのボディになってて、コアネックになっておりまして、指板の方がローズですね、ブリッジとという仕様にこちらはなっておりまして、ヘッドの方はまだこのデカールですね、古いタイプのデカールが貼ってある、こんな感じです。で、そうですね、ラベルの方もまだこのホワイトラベルが貼ってある、この年代になっております。なかなかコアの雰囲気も良くてですね、トップもいいんですが、サイドとか特にバックなんかは結構こう角度によってはこうフレームが結構出てる、綺麗な材料を使っていますね。あと状態が非常にいいです。98年ですからもう20年ぐらい経ってるんですけれども、こんな感じの非常にこう使ってた感があまりないぐらいの状態の良さかなと思います。よいしょ、こんな感じですね。で、そうかといって音の方はね、結構しっかりと箱の方も鳴ってきてて、鳴り方をしてくれるので非常に音も出し、なんていうかな、そんなに力入れ、もちろんね、こう強くアタックしなくてもしっかりと箱が鳴ってくれる印象ですかね。音色の方もまあコアらしいね、こう非常にコロコロした感じというか、まあ鳴り非常にいい感じかなと思います。感じの方がよりいいかな。まあ、こんな感じでソロで単音弾きでもしっかりとなってくれる、そんなこんな雰囲気は、なかなか鳴りが気持ちいい感じですね。こんな雰囲気の楽器になっております。2000年代に入るとネックの方がね、マホガニーになったりするんですけれども、まだこちらはコアのネックを使っている頃のモデルとなっております。こんな感じですね。こうやって見ていただくと分かると思うんですが、よいしょ、まあ、20年経ってるはいるんですけれども、まあ、非常にこう塗装の状態もいいですし、全体にもあのもちろん傷もほとんどないような状況ですし、なかなかこんな状態っていうのはね、そんなに多くはないかなという印象でございます。結構ね、この辺今回のハワイ買い付けでいくつかこの辺の特に近年ものの、HF2 なんかはありますんで、この辺気になってた方はね、ぜひうちのまあ、ホームページなり、まあ、J ギターとかその辺チェックしていただけると、いくつか
比べていただけることもできますので、ぜひ見ていただいて気になった商品ありましたらぜひお問い合わせの方お待ちしております。ということで、今回ご紹介しましたのがこちらは98年製のこちらカマカの HF2 オルコアのコンサートモデルになりますね。はい、こちらの方、お問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。